どうも、松林です。さあ今回はですね、こちらの動画をやっていきたいと思います。こちら J2 リーグ第11節ギラバンズ北九州対松本山が徹底分析って感じでですね、今回もですね松本山がの動画をですねやっていきたいと思います。さあそんな感じでちょっとねカッコつけちゃいましたけども、というわけで、まずですね、生配信にですね、来てくれた皆様、本当にありがとうございました。ね、今期ですね、生配信初勝利って感じになりまして、僕もね、本当にめちゃくちゃ喜んじゃいまして、なんかね、タオルをね、こんな感じで振り回しちゃったりとかね、しちゃってね、すごい興奮しちゃいました。で、勝利の街歌おうかなと思ったんですけども、ちょっとその後の鹿島の生配信もあるから、ちょっとね、声枯れちゃいけないなと思って、ちょっと自重させていただきました。今度はやりたいと思います。はい。次回のね、生配信はですね、勝ったらやりたいと思いますので、お楽しみに。まあそんな感じでですね、謎の予告をしたってところで、今回ですね、結果としましては、1対2でですね、松本山が2連勝っていう感じになりましたね。まあ本当にそれは素晴らしい。ね、本当にね、鈴木神友ですよね。はい、皆さん、神友ね。はい、健太さんがですね、命名した神友。はい、神友大名人ですよね。はい。この試合ですね、感想としましては、僕は正直、選手たちはすごい良かったと思います。はい。ただ、見てて思うんですけども、柴田監督のですね、采配。僕ですね、やっぱこの試合も結構怪しい部分ありましたし、で、あとですね、みんなが思う、なんか柴田監督が交代策のところで流れをぶち壊しに来てるっていうこと？うん。これをですね、今回もう怒ってしまったんで、これもですね、今回言っていこうかなと思っております。なんかね、最近のね、分析動画ね、ちょっとね、同じことばっかり言ってんじゃねえかって感じがするんですけども、同じことが起きてるんですよね。はい。なんでね、同じことが起きてるかもしれませんけども、またですね、皆さん。まあ一応ですね、この試合に関しては勝った試合でもあるので、みんながですね、楽しいゴールデンウィークをですね、過ごしていただくような分析動画をですね、作っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、どうぞ。というわけで、じゃあ、両チームのスタメンでございます。松本山が 5-3-2 でしたね。で、今回ですね、鈴木神友選手とですね、河合選手がですね、こう、2インサイドハーフって感じになりましたね。はい、鈴木国友選手じゃなくて、もう神友になりました。もう神友が正直今回、なんでこう、インサイドハーフに使われたのかっていうところはちょっとわからないんですけども、正直なんかこう、飛び込む役割とか、インサイドハーフから飛び込む役割ね、そういうところをさせようかなと思ったのかなって感じがするんですけども、正直この辺は、そういうところの動きもあんまなかったんで、まあ、鈴木神友に関しては、ここで使われて生きるタイプの選手なんで、はい。なんでここに使ったのかなっていうところは正直わからないです。はい。で、対してギラバンツ北九州ですね、今回、一応ですね、これ 4-2-3-1 って表してますけども、一応ですね、試合中はですね、4-4-2 が多かったと思います、僕は。なんで、一応ですね、4-2-3-1とさせてください、今回は。というわけで、前半ですね、まず、松本山雅の守備から入りましょう。松本山雅の守備、今回もですね、僕はいい守備に見えました。はい。てか、いい守備に見えちゃう構造になってましたね、今回。ギラバンツ北九州のビルドアップ。はい。今ですね、これ、ギラバンツ北九州のビルドアップをですね、表してますけども、ギラバンツ北九州に関して。去年はですね、まあ、こうやって361とか、なんか、リサロ・アキラ・シルバーの選手が生きるような形とか、町野選手が生きるような形とか、両サイドハーフに、まあ、ドリブラーを置いてっていう感じで、高橋大悟選手とかね、結構躍動してましたけども、まあ、今年はですね、なんか、やってる感じはしたんですけども、ただ、この試合に関しては、普通に 4-4-2 とか、4-2-3-1 とか、で、なんか普通にビルドアップしてましたね。サイドバックがですね、今回ウィングバックが対応するっていう形になりまして、なんでウィングバックはですね、基本的になんかずっと5バック気味な感じになってましたね。で、2センターバックに関しては、こうやって2センターフォワードがですね、前からはめる形。で、インサイドハーフに関してはボランチをですね、はめる形で、平山選手に関しては、前選手をですね、こうやってずっと見るような形をですね、やってましたね。今回ですね、この 5-3-2 がですね、やっぱ、守備の形として結構ハマったっていうこともありまして、この辺はですね、ギラバンツ北九州の構造でのですね、ミスが起こってしまったのかなって感じがして、これはですね、ギラバンツ北九州、ちょっと残念でしたね。で、今回ですね、僕、生配信中に、すごい言ってたことが一つありまして、それがですね、前選手、アンカーに入った前選手がですね、今回めちゃめちゃカバーリング範囲広かったって問題。だけど、まあ、その辺はですね、今回こちらの戦術ボードで解説していきたいと思います。これですね、前選手の問題に関して、前選手今回めちゃくちゃ無双してたっていう理由がありまして、後半特にそうだったんですけども、後半ですね、特にこうやってショートパスで繋いできたじゃないですか、ギラバンツ北九州が。で、そうなった時に、
ここのインサイドハーフ脇とかアンカー脇、まあ、使われる場面いっぱい多いんですけども、こう繋いできた場面に対して、インサイドハーフの選手はここに迎撃しに行く。そうすると2センターバックから、ここの、サイドハーフに選手に対してパスコースが通りやすくなる構造にもなってたんで、正直ここに対してセンターバックが行くんですよ。で、その後ですね、センターバックが行った後、こうやって、はい。サイドバックの選手がここまで上がってくるとか、サイドハーフの選手がここまで、サイドの深い位置を取るっていうことをやってくるんですけども、それをですね、今回全部カバーした選手、ここにいる選手、前選手がですね、ここに走ってきて、ここで走ってきてカバーしてっていう感じの構造になってるんですけども、それでもですね、やっぱ松本山雅の問題が解決されてないのはサイドの守備。正直、これですね、前選手が降りる場面ではないんですよ。センターバックがずれてって、まあ横スライドしてって感じのところで、その後インサイドハーフが降りてくる形とかでもいいですし、前選手がそのまま、空いたスペースに対して降りてくるっていう形でもいいんで、そしたらボランチの選手とかインサイドハーフの選手が下がればいいだけなんで、前選手がここに降りてくるっていう構造がですね、すごくまずくて、単純にですね、思ったんですけども、去年からこれ分析動画で言ってるんですけども、532のですね、構造っていうか、532をやってるですね、手の内がですね、もう完全にバレてますね、松本山が。そうなった時の対策をですね、今シーズン、まだ見してないっていうのがですね、柴田山がのですね、大きな弱点かなと思っております。で、次はですね、松本山がの攻撃ですね。松本山がの攻撃。今回ですね、左サイドめちゃくちゃ躍動しませんでした。1点目のシーンなんかですね、本当に左サイド躍動したって感じのですね、シーンだったんですよ。左のウィングバックと左のセンターバック、下川選手、富山選手。この関係性がですね、今回めちゃくちゃ良かった。今回ですね、こうやって富山選手が中にあえていくんですよ。はい。インサイドハーフのところに、あえて中に行くんですよ。で、中に行ったことによって、下川選手が上がりやすいように、スペースができてるじゃないですか。富山選手が、中に行ったことによって、これに釣られて、サイドハーフの選手、もしくはボランチの選手がですね、こうやって、釣られて中に行ってしまって、こうやってですね、下川選手がですね、上がるようにできてるっていう感じになってまして、ここに、もともといたですね、河合選手がですね、こうやって、斜めに入ってくる動きをしてくるんですよ。で、こうやって斜めに入ってきたことによって、ここのニアゾーンをですね、狙うっていう動きをですね、今回してましたね。イラバンツ北九州、それに対しての守備。今回ワントップのところが橋内選手のところ。で、サイドハーフの選手は中絞っていって、まあ中間位置にできるだけいましたね。なんで高橋選手と荒垣選手がですね、こうやって離れた位置にいたかもしれませんけども、このハーフバックのところにずっといましたね。なんでこうやって前からはめてる構造なのに、守備のところでなかなかリズムをつかめなかったっていう理由なんですけども、正直ですね、見てて思ったんですけども、ギラバンツ北九州、正直、守備のところめちゃくちゃ緩かったですね。はい。なんか守備の寄せもすごい甘いですし、まあ、あと押し込まれてる時の構造もですね、ちょっと問題がありまして、こうやって、先制点のシーンもそうだったんですけども、こう中締めるのか、それともサイドにこうやって寄せに行くのかっていうところが不透明ですし、あと、こうやって、サイドの、このニアゾーンですよね。ニアゾーン使われた時に、こう、ボランチの選手が降りるかっていうところも正直不透明だったんで、これがですね、正直ちょっとよくわからないままっていう感じでしたね。で、後半ですね、交代策のところで僕ちょっとですね、問題がすっごいありまして、後半の交代策、これですね、生配信中にも僕すっごい言ってたんですけども、単純にウィングバックが逆じゃねって問題ですね。はい。これがですね、田中パウロ選手がですね、今回左に入ったんですよ。で、松本山がの新加入選手特集のところでやったんですけども、田中パウロ選手に関しては右で使われた方がいいってことを言ったんですよ。右からの、中に入っていくドリブルが得意ってことを言ったんですけども、それがですね、左サイドだとあんま出ないよっていうことを言ったんですよ。なんで左サイドでは結構上下運動するってことを言ったんですけども、やっぱ田中パウロ選手今回ですね、左で使われたんで上下運動をずっとしてるんですよ。で、ドリブルのところで1対1になった時は絶対抜かしてくれる選手なんですけども、さっき僕がですね、動画で言ったんですけども、富山選手と下川選手のこう中外の関係がすごい良かったってことを言ったんですけども、これがですね完全になくなってしまいまして、前選手も正直ずっとアンカーでこうやってカバーリングのところもしますし、攻撃のところも頑張ってくれるので、正直前選手をですね助ける采配もできてないってところ、結局ですねなんか選手の個性を完全にぶち壊した采配だなと思って、その後の失点で完全にですね松本山がバラバラになるのかなと思ったら、その後ですね、チームを助けてくれたのはですね、鈴木神友ですよね。はい。今回ですね、鈴木神友選手が恩返し弾をですね、今回決めてくれましたね。で、最後にちょっと言いたいことがありまして、流れをですね、なんとか選手たちが持ってったのに、監督の采配で全部ぶち壊してしまってるっていう状況がですね、ずっと生まれてますね。
なんで柴田監督のこれ采配なのかコーチ陣の采配なのかわからないんですけども、まあ、もし両方の采配だったらその辺はですね早く改善してほしいですし、チャレンジするあの姿勢は見せてくれてもいいんですけども、それに関しては僕もカバーするんですけども、正直あの余計な挑戦が多いんですよ。はい、田中パウロの左ウィングバックとか、去年のですねアウグスト右ウィングバックとか、あのなんか選手の個性を生かしてあげようっていう挑戦をですね、あの正直見せてくれてないんで、今シーズンあのちょっと正直やばいです、このまま行くと。そういう采配がもう去年からずっと見られないので、僕もですね正直この試合勝ったから良かったって思ってますけども、松本山がもっと上のレベル行くにはこういうところの改善めちゃくちゃ必要だなと思いました。というわけで今後もですね、松本山雅の選手と柴田監督のですね成長をですねみんなで楽しんでいただけたらいいのかなと思っております。そんな感じで次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白ければいいね、コメントお待ちしております。あとですね SNS、Twitter と Instagram こちらの方やっておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。